こんにちは。ヒルズゴルフアカデミー所属の山田義和と申します。私の趣味は子供と遊ぶこと、キャンプ、あとお酒を飲むことも大好きです。よろしくお願いします。今回は、効率の良いクラブの動かし方ということで、手首の使い方の説明をしたいと思います。基本的にはゴルフスイングというのは、左腕とこのシャフトによる二重の振り子運動になっております。これが手首を使わずにクラブを振ってしまうと、これが一重の振り子になってしまい、とても効率が良くないです。なので、しっかりと正しく手首を使っていくということが大切になります。ただ、皆さん片手でクラブを振ってると、この振り子の運動がわかる方が多いんですけれども、これが両手になるとなかなか難しくなります。そこでのポイントになりますが、このゴルフグリップというのは左右反作用という動きで、行っております。グリップというのは同じところを持たず、左手と右手が前後にずれています。だいたい約10センチぐらいのずれを持っています。そして、実際の動きの中では、このクラブヘッドの動きとグリップ側の動きというのは常に反対に動くことになります。わかりやすく右手と左手を離して持ちます。そうすると右手はクラブヘッド側を持っています。そして左手はグリップエンド側を持っています。すなわちクラブヘッドの動きは右手が司っており、左手はグリップエンド側の動きを決めているということが言えます。そこでまずバックスイングからのコッキング、手首の動きですけれども、分かりやすく左手を離していきます。そうしますとクラブヘッドは上に上がる、すなわち右手は上方向に動くんですが、このクラブヘッドの反対側のグリップエンド側見ていただけると分かると思いますが、ヘッドが上、グリップ側は下に動く。これに左手がつく。そうすると右手は上、左手は下になるわけです。そうしますとコッキングが無事に完了していきます。これが多くの人は両手がついてくると右手も上、左手も上ということで動かしてしまうので、一重の振り子になり手首が完了しないことが多いです。もしくはバックスイングで肘が曲がってしまう方、こういう方も二重の振り子、要は左右反作用の動きができない状態である。右手が上、左手が下方向に動かすことで、左手はしっかりと伸びてきて、肩も入ってくるはずです。そしてダウンスイングも体の正面になってきて、このクラブヘッドはターゲット方向に動く。逆にグリップエンド側はターゲットから反対方向に動く。この動きも左手をつけて、右手をつけて、右手はターゲット方向、左手はターゲットからの反対方向。そしてフォロー側もクラブヘッドを持ち上げる。右手は上、左手は下。このように常に右手と左手は反対方向に動くことによって、手首っていうのは効率よく動くことを理解していただけるといいと思います。それでは、この練習の仕方として、一つドリルをご紹介したいと思います。グリップは通常右手と左手がくっついてるんですけれども、これを左右離して握ります。これをスプリットハンドと言います。このスプリットハンドで手を離すことによって、より手首の動き、作用、反作用を感じ取りやすくなると思いますので、この形で練習をします。テイクバックをスタートして、右手は上、左手は下方向。そしてトップができ、ダウンスイングは体のほぼ正面で、左手と右手の入れ替えが起き。そしてフォロー側で、右手は上、左手は下。この動きを感じ取ります。では実際このままボールを打ってみます。このような練習することで、すごくこの作用反作用というのが理解しやすいと思いますので、やってみていただきたいと思います。そして、この練習で、手首がうまく使えない、作用反作用ができない方は、すごく当たりにくいと思うので、ぜひチャレンジしてみていただけると、いいと思います。今回、二重振り子ということで、効率の良い手首の使い方ということに対して説明させていただきました。皆さん、ゴルフクラブは振り子の運動からできており、この二重の振り子を使ってスイングするということがとても効率よく動くということになります。
この時に、ポイントとしては作用反作用ということで、グリップというのは右手と左手が同じとこを持たずずれと持っております。作用反作用という形で、右手と左手が反対に動く、ここが意外と皆さん理解できてなかったり難しいポイントになります。ですので、スプリットハンドという形で右手と左手を離して持ち、そして右手と左手が常にこう反対方向に動く、この特にポイントは左手だと思いますけれども、このポイントをしっかりと意識して練習していただけるといいと思いますので、ぜひトライしてみてください。